それなのに参加しますってボタンを押してくれた人が、150人とかそれぐらい。だからリアルってやっぱりあの 3% ってよく数字ねあるんですよ、Facebook の特にね。やっぱりね、そのだいたい Facebook って150人とか250人とかね、あのやり取りできる人たち、やっぱり、ね、その数って本当にあるんだなと思いましたね。だから友達増やす必要はないですね、あんまりね。そういうこと別に今日は言うセミナーじゃないんですけど、先生という話になってしまいますけど、白目さん、あの Facebook やられてますか？いや、ちょっと今からどんどん出版だったらぜひやった方がいいですよ。やられてますか？やった方がいいですね。今日はそういうセミナーじゃないんですけども、やっぱりね、ところどころね、あの他の方たちはね、Facebook でよくお見かけする。まあ、友達数がいますよ。いや、1623、これ何かというと、Facebook ページのいいね数。私、あの Facebook ページで、メディカスという Facebook ページを立ち上げておりまして、それを、いいね数が1623人いるんですけども、まあ、これはね、どんどん増やしていただいた方が、いいかなと思いますけども、これも、お友達の人数がいるからといって、コミュニケーションが活発になるかというと、そうでもないですね。まあ、その話は今日はいいですね。はい、すみません。